Hi guys! It's Sega and Brian. はい、で今日は小さい時の写真を見て語る回です。イエーイ。あらかじめちょっと、まあ、私たちの小さい時の写真を用意したので、まあ、それを皆さんに披露してまあそれについてちょっと出しちゃう。ついに小さい時の禁断の写真を禁断の写真。じゃあまずどっちから見せようか。正ゴール。Okay.どの写真か俺覚えてないんだけど、何があるか、まあ、こういう写真とか。あー、OK 1個目これね、うん、これ多分ね、何してたの。七五三だと思う。七五三なんでスーツ。だってみんないつも着物じゃない。結構お寺で見たのはみんな着物だった。そうね、七五三でもね、この時スーツの流行りかな。なんか今の七五三の事情がどうかわからないけど、なんかこの時覚えてるのが周りの子もスーツの子がいた、うん、でもパンツ短すぎ。かわいいじゃん。パンツ短くない。かわいいね。これパンツ本当のパンツ履いてるみたい、うん、履いてるみたい。アンダーウェアだよね。パンツ短い。でも多分お菓子持ってもらうんだよね、七五三いろいろお菓子とか、うん、であと風船持ってるのよくわかんないけど、眉毛は相変わらず太い。じゃあ次はオルブレンのやつ。これこれいつ。多分ね、これ親戚の結婚式だと思う。蝶ネクタイもしてる。何歳だろうこれ。5歳とかじゃない、わかんない。かわいい。わかるもんね、これブレンって。そうか、うん、だって、うん、もうこの時からこれ眉毛がない ね。 ね、そう。光で飛んでるだけ。薄いね。薄いのか。かわいい。髪誰が切ってたのこれ。お母さんじゃない。お母さん、かんない。かわいい。でもちょっとブレもなんか短パンっぽいね。かもね、わかんない。この時の流行りかな。日本とアメリカ共通のかもね。ちょっと似てるね、服が。かわいい。これオーケー。1997年、ね、10月29日。何年か、で4年だ。あ、3歳。俺1994年だから3歳じゃない。え、3歳でこんな大きくなるのね。あ、でも3歳結構大きいよ。こんなもんか、3歳って。そんぐらい。遠足だと思う。帽子かわいい、ね、そう、なんか、そう、うちの幼稚園夏はなんかこの麦わら帽子になって冬になると衣替えでなんか黒のなんかモコモコしたこんな帽子に変わる、かわいいじゃん。夏とかなんか遠足はこのファッションになる。懐かしい。これ何、なんかこの服どういう、どうなってんの。なんか中に着てて、でその上になんかエプロンみたいな感じ、感じだよね。なんかゴムがあってさ、スポッて上からかぶるだけなんだけど、特になんかわかんない、これなんで着てたのか。おしゃれかな。かわいいけど。アメリカって幼稚園で制服とかないんだっけ。ないかな。私立とか幼稚園ないかな。もう私服めっちゃなんかとんでもないお金持ち。あるかもしれないけど多分ない。もう日本は大体あるんじゃないかな。今知らないけど。次これかわいいじゃん。ハロウィン。ハロウィンか、時期に合ってる ね。これ何のコスプレしてんの。なんて言うんだっけこれ。なんか畑に立てるやつ。カカシ。そう、カカシ。でかすごいよね、手までちゃんとなんかあのかかしのね、その手からシャーって出てるやつで。お母さんの頑張り。靴やばくない。靴パンプキンかな、もしかしたら。わかんない。あ、かもね。多分これスリッパだけど、多分もしかしたらパンプキンとか。全部お母さんがなんかあれかな、その帽子とかにアレンジして手作りみたいな。お母さん昔ハロウィンのコスチュームとか作ってたから、ね、すごいよな。かわいい。メイクもほっぺたね。ほっぺた何塗ってんだ。口紅かなこれ。ね、口紅っぽいよね。かもね。ちょっと顎気になる。確かに。赤ちゃんだね。赤ちゃんの顎。二重顎。これかな。何やってたの。何言ってんだろう。言ってるのかな。唐揚げって多分叫んでくれ。なんか運動会だった。これ懐かしい、この座布団。あ、なんかあ、ドラゴンボール。そう。でもこの時ドラゴンボール俺一切知らなかったの。
ただ、うん、ただ流行ってた、流行ってたからお母さん買ってきたけど、でも日本の幼稚園でこれさ、あるじゃん。で、なんか地震の時とかこのお尻に敷いてたやつを頭にかぶる。で、なんか物から頭を守るんだけど、でも何叫んでたんだろうこれ、懐かしい。で、このね、赤の帽子あるじゃん。で、これ裏返しにすると白になるの、うん、だからね、赤と白組、そう、白組と赤組で分かれて対決するんだけど、かわいいね。この時ね、なんか何言ってるか知りたい。なんだろうね、これこれブレンだよね。そうね、かわいいじゃん。これおじいちゃん、じいちゃんよくなんか外でお仕事してたから。畑仕事？いや、仕事っていうか家の仕事、家でなんか作業してる、庭とか一緒にやった。ブレン、大人になったらおじいちゃんみたいになるね。でもブレン、おじいちゃんの若い時がの写真がブレンにそっくりなの。それもあるから後で、そう、後でね、乗っけられたらここにポンって乗っけてますけど、なんかまあパーツがそっくり、その目の色もやっぱりおじいちゃんから受け継いでるし、なんか似てるなって思う。これ俺サボってるかもね。ね、手伝ってないね。ね、大きくなったらちゃんと手伝ってたけどね。かわいいね、このちっちゃい時みんな太ってるじゃん、ね、なんかもうムチムチしてるのかわいいよね。もうこれ、ね、みんなにもアップして多分見せてると思うけど。そう ね、かわいい。何考えてんだろうね。うん、楽しいと思ってるんじゃない？楽しいと思ってるから。これ何、最後かも、これちっちゃい。あ、誕生日かな。誕生日、誕生日だね。何歳だろう。生後おめで、誕生日おめでとう。1、2、3、4、5、6、7歳かな。多分小学1年か2年くらいの時。もう歯がないよ、前歯、ね、歯がない。1本抜けたね、多分。ピースだね、ピース生えてたね。そう、こんシャツ、シャツ、ナイス。この時英語全然わかんないから ね。ナイス、ハッピー、スポーツ&キッズ。しかもなんかこれ何、これラグバーみたいな、ラグ何持ってんだろうね。ラグビーボールかな、それともボール。普通になんかお母さん、あれなんだっけ、しまむらって買ったんじゃない。買ってると思う、しまむら。この時言ったよ。ナイス、ハッピー、スポーツ&キッズ。いいんじゃない。日本の T シャツだね、これ乗って。やばいね、このピース。ダサい。ダサい。でも子供じゃない。まあね、子供だから可愛いかもだけど、今だったらちょっとやばいね。可愛いね、映画可愛い。これ最後の1枚ね、これみんな映ってる。もう動画に、ね、見たことある方は分かると思うけど、まあ、ランディスとリアムとブレン。お化け出た。ランディスとリアムとブレン、うん、3人と、あとお母さん真ん中。何歳だろうね。ちょっと大きくなってるね。ランディス可愛くない。ね、ランディス全然変わってないじゃん。ね、ママって感じ。そう、ランディスはね、生まれた時から顔変わらない。そうね、今のランディスの顔とね、まあ、わかると思うけど。全く一緒。これね、いい写真だね。いい写真、これ好き。このシャツ覚えてる、好きだった。なるほど。これね、何歳だろうね。ちょっと大きくなってるよね、もう。だって、リアム。リアムと10歳離れてるもんね。だから、まあもう、13歳とかじゃない。中学1年生ぐらいって感じか。お母さん可愛いね。愛が伝わってくる。男の子3人ね。お母さんはもうマジでストロングマムだよ ね。男の子3人さ、もうガッツで育ててたよね、よく。そう、こんな感じですけど、どうだ。でもちっちゃい時どんな子だった。ちょっと静かで、なんか外で遊ぶの好きだった。小さい時に家は森の近くにあったから、森の中、兄弟と一緒に遊んだり、友達と一緒になんか想像してゲームを作ったり遊んでた。かわいい。テレビゲームとかもした。テレビゲームは多分14歳とかの時に初めて、ゲームキューブをもらった。クリスマス。ゲームキューブ懐かしい。欲しかったな。その後はテレビゲームいっぱいやったけど、まあ性格はでも今とあんまし変わんなかった。静かで。まあ、今も基本静かだけどね。まあアクティブみたいなところがあるから、ね、俺はどんな子だったかな。でもなんかブレンが一緒にね、うちに来てなんか家のホームビデオ見た時あったじゃん、あの時にわがまま、そう、ちょっとわがままなね、動画がね、いっぱい残ってるんだけど、うち家に将来の夢を言った動画あったじゃん。なんかお母さんが、それも
そう。オッケー。それも幼稚園生かな。幼稚園かな。なんか聖子は将来何になりたいのってインタビューお母さんが自分にしてて、そら自分が答えたのがセーラームーン。セーラームーン。セーラームーン。え何？ってお母さん聞き返して。セーラームーンね。セーラームーンだよ。あはいみたいな。そうなんだねみたいな。だよね。だよねみたいな。言ってるよみたいな感じだったね。セーラームーンになりたいのね。そう。なんかちょっとあれ面白かったね一緒に見てて。は？ええー、と思って全然自分でもセーラームーンになりたいなんて今思ってないしさ。あそうなの？そうそうだよ。だからそんなこと昔言ってたなんて全然覚えてなかったからちょっと衝撃的だった。可愛かった。あとなんか幼稚園のイベントかなんかに行って、うん、なんかスーツ着てさ帰りたい帰りたいって言ってさ、うん、あったよね。あった。すごいね、ちっちゃい時わがままだったと思う。多分わがままだし寂しがり屋だったかな。なんか早く帰りたいっていうか、なんかもう疲れたっていう感じだった。俺逆だった。なんかどっか行っててなんかお母さんが帰るよって言ったら、なんかなんでうちの家族いつも最初に帰るのとかよく言ってた。まあでもそうね、なんだろう、楽しい時はね本当帰りたくない、ね、楽しい。まあ子供じみたなんかわがままだったかな、うん、そうだね、うん、じゃあ子供の写真可愛いなと思ったらと思ったら高評価をつけてください。あとチャンネル登録とコメントの方もお願いします。はい、あと、うん、SNS のフォローとショールームとポストボックスのチェックをお願いします。なんか面白いね、ちっちゃい時の写真見てなんか気持ちが変な感じ。なんかえこれ本当に存在してた自分なのみたいな、まあ、覚えてないの多いよね、うん、楽しいってことで。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイ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 バ